コバチェフツコバチェフツブルガリア内のコバチェフツの位ゲオルギディミトロフ記念館市役所コバチェフツはブルガリア西部の村及びそれを中心とした基礎自治体ペルニク州に属するコバチェフツはペルニク州の州都ペルニクから 25km 南西ブルガリアの首都ソフィアからは南西に 55km にある文献に残された最の村の記録は オスマン帝国の朝税書による1576年の記録でコバチョフ茶として記されている。その後、村が継続的にこの地にあったことは、西欧の旅行者アミブウェア、フェリックス・フィリップ・カーニッツの記録からも確認できる。村の名前はカジヤを意味するブルガリア語コバチに由来しており、この村を築いたのがカジヤであったか、あるいは居住者の愛称であったと考えられる。 コバチェフツの住民は、オスマン帝国からの解放を求める、ブルガリア人の闘争に加わり、村は1806年に、オスマン帝国軍によって、そして1850年に、バシ、ボズクたちによって破壊された。村は1878年に、イリオボイボダの部隊によって解放された。解放後、教育省、コンスタンティン・ヨセフ・イレチェクも村を訪れた。著名な出身者として、 ブルガリアの共産主義指導者、ゲオルギ・ディミトロフがいる。ディミトロフの両親は、この地に移り住んだピリン山脈地域からの難民であった。ディミトロフの影響力によって、村の開発が進み、道路は修復され、ディミトロフ記念館が建てられ、その成果は改築され、記念公園が整備された。2002年より、ブルガリア大統領を務めるゲオルギ・パルバノフは、 コバチェフチ自治体のシリシトニク村で生まれた。パルバノフの両親もコバチェフチ自治体のコサチャ村の出身であり、パルバノフはこの村で幼少時代を過ごした。コバチェフチ基礎自治体は総面積139平方キロメートルであり、同自治体にはその中心であるコバチェフチをはじめとする以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。 この他の日本語表記例としては、コバチェフツイ、コバチェブツイ、コバチェフツト等。またこの他のラテン文字表記例としては、コバチェブシー、コバチルシー、コバチルトッツト等。ぜいぜい、ppp131、PP ISBN95 億4642万1685億千5 7 6 0万3720。ありがとうございます。